Wir haben nur einen Astralkristall. Pferdefleisch, bitte was? Na gut, warum nicht, ne? Irgendwann stelle ich da was richtig Cooles noch her. いける地獄を編み上げるなどと、それもあんな楽しげに。あの女にとって他の命の重さはないも同然らしい。倒さなければならない相手には違いないけど、これほどの剣を覚えたことはなかったわ。ああ、許せねえぜ、あの女。地下の港だったな。急ごう。リメル、行けるか？うん。私たち、ずっと隠れて暮らしてた。でもある日、見つかって、襲われて、私だけ父さんたちが隠してくれたおかげで助かって、でも他のみんなは殺されて、煙の中でスルドの紋章が輝くのだけが見えて、それでそれがアウメドラだったんだな。つらかったな。それほどダナの魔法使いが脅威だったのでしょうか。わざわざ縄張りを犯して隣国に出向くほどにか。いや、むしろその知識と技目当てのことだろう。それもただ己の力を高めるために。あれはそういう女だ。そういえばあの召喚した怪物もそれで作ったような口ぶりだったわね。怪物ダナ人なのに魔法が使える私も怪物みたいなものなのかな。リウェル、怪物が悩んだりするかよ、バカ。
俺はお前を止めたけど、それでも悪いのはあの女で、お前じゃないだろ。ロウ、この先でアウメドラに追いつけるといいのだが。ああ、これ以上悪さする前にとっ捕まえねえと。腹だけでなく。おやすみ、みんな。KP sind ja das, was man... Ich finde das auch mega cool, dass es jetzt diese KP gibt. Und die HP. Dass es diese HP gibt. Igoka. Damit es so eine Art Limit gibt für die Heilung. Weil es gibt ja keine Magie-Punkte. So. Jetzt funktioniert er. Ich wollte natürlich wieder zu weit, zu viel. Warte mal, damit. Haben wir es dann hinterher mit zwei Lords zu tun? Auf einmal? Warte, wir haben hier einen Schnellreisepunkt, ne? Dann gehe ich mal zu den Eulenwald. Vergesse ich jedes Mal. Hurru! Otomodachi ga iru no? Hurru? Es sind natürlich noch keine 80%. So, was kramt der jetzt raus für uns? Rote Haarnadel. Mata Gohobi o moraita na. Mada kore dake ita no da na. Dana Fukuro.なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。何でもいいけど、ここのことは秘密だからね。あ、分かっている。あ、weil die einen beiden jetzt mal damit sind, dabei sind。なるべく知られずに置くべきだ。だが、惜しいな。うまく訓練できれば、素晴らしい合唱が期待できそうなもの。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよ。ね。え？いや、前のあれは適当な想像で。へえ。なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか。まあそこまで言うなら。うん。あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろ、ほろほろ。俺には
仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろん。やげな。それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。うん、なんでもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りのフクロウも頑張って探さなきゃ。うん。うん。Sind nur zur Hälfte befüllt. Hier ist noch ordentlich was. Also da passt noch ordentlich was drauf. Hier haben wir alles. Da haben wir ja auch alles. Die Stange sollte auch voll sein. So, wir sind hier auf jeden Fall noch nicht fertig mit dem Gebiet natürlich.Sonst hätten wir ja eigentlich schon 80%, wenn das die... ここまでは無事に着けたな。Ewig nicht mehr zurück in Nietz. Wenn mir nicht ein Strahlauge auf dem Deck die Hölle heiß macht, macht mir ein anderes Strahlauge an den Docks die Hölle heiß. Apropos, hast du gehört? Angeblich ist in der Fracht Diebesgut, das jemand von außerhalb des Reiches reingeschmuggelt hat. Ja, habe ich gehört. Aber es geht uns nichts an, was drin ist. Wir bearbeiten die Fracht und gut ist. Ja, hast recht.Wir haben genug Sorgen damit, wie schwer es wird, die Sache rumzuschleppen. Sirdo, na, ここに来なかったか。もういねえよ。ぞろぞろ手下と一緒にやってきて、自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こっちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出すぜ。あんた船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな、一通りのことはできるよ。どんな危険があるかもわからない。船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。素人が操ってみろ。港から出る前に沈没しちまうわ。時間が惜しい。お願いしよう。よし、来た。俺はマハバル。準備しておくから声かけてくれ。Dann haltet euch besser gut fest, denn es könnte ungemütlich werden. Ja. て初めて自分の意志で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思っても見なかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。対してこっちは空っぽで船足が軽い。行き先にもよるが、なあ、なんとかなるだろう。スルドの船にもダナ人が乗っているのか。どうかな。なんでもあの船はスルドの2番目の城だっていうし、城にはダナ人は入れないしな。まあレナ人だけであんなデカ物扱いきれるか怪しいもんだが、
何にせよ追いつくまでしばらくかかる。それまで好きに過ごしててくれ。海に落ちなさんなよ。Deine Gruppe hat sich auf was? 好きに過ごせと言われても船の上じゃすることがないな。みんなの様子でも見に行くか。Erstes zu den Welten. Roh, は大丈夫かな？気になるなら直接話してみるといい。うん。それと謝らないとだよね。アルフェンたちにも。俺たちにも。だって私ずっと嘘ついてたんだよ。敵討ちのことしか本当は考えてなくて、でも一緒に戦ってるようなふりをして。誰だって人に言えない事情の一つくらいある。それにリンウェルの力には随分助けられてきた。あれはふりなんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる。アウメドラのことだろ。うん。やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はその度にローのあの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアじゃダナ人同士が疑い合って、ミハグサールじゃデダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、もう何が何だかわからない。ローはアウメドラを許せと言ったわけじゃない。大切な人を殺した相手が憎いのは当然だ。ただただあいつは父親への怒りで故郷を離れた。そのせいで父親とジルファと和解の言葉を交わせないまま死に別れたとあいつは思っている。多分その気持ちは仇のガナベルトを倒しても晴れることはなかったんだ。あいつは勢いに流されて何かをすることの怖さを知っているんだ。怖さ。アウメドラのことはリンウェル自身が決めるしかないし、俺はそれを尊重したい。だがとにかくよく考えるといい。時間はまだある。うん、ありがとう。ねえ、私あの時シオンに怒られたような気がした。本当にそれしかないのか、もっと周りに目を向けてみろって。でもそういう彼女はどうなんだろう。シオンには何があるのかな。それはよく知らないんだ。あまり自分のことを話さないし。憎しみは力をくれるって、何がそんなこと言わせたのかな。ずっと誰かと手も握れないのってどんな感じなんだろう。Kann auch nur ihn. Sieh an.
あまり乗り出すと落ちるぞ。アウメダラの船を探しているのか。海を見ていたのよ。海を？そう、波を思い返しながら。シスロディアの冷たく白い峰、メナンシアの豊かな緑、カラグリアの苛烈な荒野さえ、大地は脅威に満ちている。でもメナンシアの死の湖やニズの荒廃は、あれをもたらしたスルドブリガは間違っている。二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう、ダナとレナは。あなたはどう思うの？俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。随分変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいものの全てがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。しよう。レネギスにいた頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと。今もか。あなたの記憶はまだ戻らないの？ああ、戻りそうな感覚はあるんだが、仮面が邪魔してるらしい。記憶が戻れば、その仮面の正体もわかるかもしれない。そう思うと皮肉ね。まあな。シオンの方は茨が溶けるまでもう一息だな。スルドはあと二人だ。そのマスターコアが手に入れば、例のレナス・アルマができるんだろう。そうすれば茨も。シオン、ごめんなさい、何でもないわ。そうね、終わりは近い。私一人ではここまで来るのは無理だった。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。礼なんて必要ない、俺たちは仲間だ。そうだったわね。
So, mit wem spreche ich jetzt? Oh, ich glaube, da ist jemand seekrank. Kaoiro ga warui mitai da na. Daijoubu ka?お前は平気なのか。そういえば何ともないな。痛覚がないせいかもしれないな。水でのこと今でも信じられない。いくらダナ人に対する鋭の仕打ちとはいえ、あそこまで人の命をもてあそべるとは。ああ、だが水に会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。レナの支配に対する怒り、それが俺の戦いの始まりだった。レナは悪、最初はそれでよかった。だがシオンやメナンシアの人々を見るうち、だんだんわからなくなった。そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい、レナだから悪い。所詮虐げられた側の思い込みでしかないのかもしれない。レナの支配は許せない。だがどちらにもいろいろいる。少なくともそれが俺の見てきた真実だ。仮にデダイムがもっとまともな人間だったとしても、300年の支配から逃れられるかもしれない。そんな誘惑を前にダナ人が冷静でいるのは難しかった気がする。私がメナンシアで理想に飛びついたのも根は同じことだ。少なくともキュオハリムに悪意はなかったんだ。罠として仕掛けたアウメドラとは違うだろう。私が言っているのは受け止める側の問題だ。私たちはあまりに、リンウェルから聞いたのだが、レナの侵略を受ける前はダナ人自身が支配するものとされるものに分かれていたそうだ。デダイムのまさに支配するもののそれだった。バエフォンの話じゃ彼も最初は違ったらしい。それが支配者と戦い続けるうちに変節してしまった。レナの支配を倒しても結局そこに戻るだけなのだとしたら、この戦いの意味とは何なのだろうな。キサラが追い求める理想郷はそれとは違うだろう。だといいのだがな。今のところ正直雲をつかむような気分だ。あんたにはミキューダの意志がある。故郷のメナンシアの人たちだっている。そうだな。兄さんの信じた共存の夢、今も信じている人々、それにお前たちもいる。俺たち？お前とシオンだ。どういう意味だ？変なことを言ったか？今の私にとって一番身近なダナとレナが共存している例なのだが。言い争いしかした覚えがないぞ。案外そういうところに答えがあるのかもしれない。そういうキサラこそ。と酔いが戻ったようだ。すまないが少し休ませてもらう。いちいち絵になるな、あんたは。見る側の主観まで責任は負えんな。アウメダラのことはよく知っているのか？ご期待に添えるほどではないな。レネギスでスルドに選ばれた後、何度か顔を合わせた程度だ。レネギス。今地上で起きていることはどこまで知られているんだろう。全て把握されていると思うべきだろう。生還の理由は不明だが、あるいはこれもスルドブリガの一環とみなされているのか。アウメドラのやったこともか。これまでもあんなことが当たり前に繰り返されてきたのか。私が知る限りではない。スルドブリガは精霊力の量を競い合う。そのためには奴隷の存在が欠かせない。乱れに殺せば
勝利が遠のくだけだ。ならアウメダロはどうしてあんなことをしたんだ。さてな、スルドブリガの終わりが近いと見て勝負に出たか。労働よりずっと手っ取り早く大量の精霊力が得られる。その代わり大勢の奴隷を失うから後が続かないわけだが、人間が虚水化するほどの搾取は本来スルドブリガにあっては想定外だったはずだ。そんなにしてまでなりたいものなのか、レナの王というのは。なんといっても我々の頂点だからな。その意味では彼女の振る舞いも理解できる。やり口としてはおぞましいことこの上ないが。あんたからそう聞けてホッとするよ。メナンシアのことなら単に度胸が足りなかっただけかもしれないぞ。悲鳴を聞きたくなかっただけなら耳を塞ぐだけでもよかったはずだ。無理やり私を善人にしようとしているな。断っておくが、私はそんな上等な人間ではないぞ。だったらなぜあの死の湖にキサラの声に動揺したんだ。なぜミキウダの願いのため同胞を相手に戦う。皆ダナ人じゃないか。そういう君はどうだ。ミハグサールで何を見た。デダイムのあれは解放とは違う。自分に従わない者を敵とみなすのは300年間レナがやってきたのと何も変わらない。私が見たのはダナ人同士、レナ人同士の中にさえ争いがあるという現実だ。メナンシアのレナとダナの真の共存。努力はするつもりだが、その壁は高い。できないと思っているのか。君はできると思っているのだな。俺たちは敵か。少なくとも剣を交えてはいないな。それじゃ不足か。何を無邪気な。まあいい、しばしは付き合おう。そう決めたのだからな。念のため船の中を一通り調べてみたけど、特に怪しいところはなかったぜ。そうか、助かる。初めてカラグリアを出た時、世界ってのはなんて広いんだって思ったよ。俺もカラグリアの壁を壊してその向こうを見た時そう思った。だが、ああ、この海の広さってやつはなんていうか桁が違うな。親父も見たら驚いだろうな。よ、親父が死んだ時最後に何て言おうとしたのかずっと考えてるんだ。ああかもしれない、こうかもしれない。でもそれって俺の願望でしかないかもしれないだろ。そんなこと考えてると今度はああしとけばよかった、こうしとけばよかった、そんなことばかり浮かんできて、いつまで経っても答えが出ないんだ。リンウェルのことだってそうだ。思わずやっちまったけど本当に正しかったのか。話をややこしくしただけなんじゃないかってさ。俺本当にバカだよな。俺は時々こんな時ジルファならどうしただろうって思うことがある。ジルファだったらリンウェルを止めなかったと思うか。いや、親父だって絶対止めたと思う。そしてお前は同じことをしたんだ。ジルファはきっと誇りに思っている。アルフェン、お互いジルファに向かって胸を張れるよう頑張ろう。俺たちにできるのはそれだけだ。ああ、ありがとうアルフェン。あとどのくらいでアウメドルに追いつくんだろう。マハバルに聞いてみよう。Das Schiff hat einen größeren Vorsprung als ich dachte. Wenn ihr noch ein Nickerchen einlegen wollt, bevor es ernst wird, jetzt ist die Chance.